私の母校である早稲大学学に国際文学館通称村上春樹ライブラリーができましたでこれは2018年に卒業生であり小説家である村上春樹が自分が書いた本であるとか執筆資料それから収集したレコードを寄贈しますっていうふうに言ったんですねでそこからこの国際文学館のプロジェクトがスタートしましてでコロナの影響で開館が遅れたんですけれども今年2011年に開館ということになりました で今は完全予約制で入場者を制限しているんですけれどお私この間行ってきましたのでちょっとその感想をお話ししようかなと思いますこの国際文学館がある場所っていうのは本部キャンパス通称本キャンと呼ばれているところの一角にあってで村上春樹が通っていたキャンパスっていうのはあ少し離れた、まあ、ほ本当にすぐそこなんですけれど文キャン えっと、当時は文学部キャンパスって呼ばれてたのかな。で今は文学学術院キャンパスっていう風に故障されていてで、文学部と文化構想学部、この二つが入っているキャンパスですね。で私も文キャン生であの文化構想学部の卒業生だったので、村上春樹と同じところに通っていたことになるんですが、 村上春樹がどれだけの頻度でキャンパスに来てたのかっていうのは謎でしてっていうのも彼は演劇映像科に所属していたんですけれど、えー、映画館に入り浸っていたり演劇博物館これはあの本キャンなのであのこの村上春樹ライブラリーの,あのすぐそばですねのところの演劇博物館に通っていたっていうようなことをエッセイで書いているのであんまり文キャンの方には通ってなかったらしいんですね。 で今この文献の教授たちの村上春樹の評価っていうのがあの多くの教授が村上春樹のことそんなに好きじゃないんですよ。あ,のあるいはあえて厳しめに見ているっていうところありますね。あの、早稲田に限らず文学系の学部の大学教授って2つのタイプに分かれるんですよ。1つは研究者タイプ。で、もう1つが非評価タイプですね。 研究者タイプの人たちって村上春樹のことを大抵好むんですの。どの、この作品がど、どこがいいかとか、あるいは世界でどういうふうに読まれているのかっていうのはやっぱ話の種になるので、好意的に解釈するんですよ。で、批評家タイプの方は、いやもうみんな村上春樹のことを褒めるから、あの 論理的に批判できるのは自分たちだけだろうっていうことであの、かなり厳しめにコメントするんですよ。いやー、この新作はよくここまでつまんないものにできたねーとか言って。あの実は私もどっちかっていうとそっちのタイプ、批評家タイプの方であの、みんなが褒めるから、じゃあそれは褒めやしないよねっていうようなあの姿勢になっています。 で私が具体的にどういうふうに村上春樹を読むのかっていうのは、えー、とまた別の動画でお話ししようと思いますけれども、あの国際文学館の話に戻しますと、あのこの早稲田大学の本館の中でも、かつて4号館と呼ばれていた建物なんですね。でここは政治経済学部の特に大学院生が使ってたあ場所なのかなというふうにあの話には聞いているんですが、あの 刑務所みたいな建物だったんですよ、ね、なんかこうあのよく友人たちと4号館の前歩くとうわあれアメリカの刑務所映画に出てくるやつじゃんとか言ってあのこう窓から見える建物の中っていうのが本当にあの脱獄映画の中によく出てくる刑務所のレイアウトみたいな感じになってるんですよ。 なので、いやこれ、熊健吾、よく文学館に作り上げたよねっていうふうに、正直感心しましたね。まあでも、まだ外壁のところにあの刑務所館がちょっと残ってるんですけどね。であの熊健吾といえばあの、オリンピックのために作った国立競技場とか、あとあの高輪ゲートウェイの駅も設計した人ですけれど、あの結構面白い外見になってます。あのウェーブしてる 屋根がこの文学館の入り口のところから地下のカフェスペースのところまで一つながりになっていてあのすごく大きく波打ってうねうねしながらあの屋根が作られてるんですね。 でえー、と何があるかっていう話なんですけれど、このまあ、ものということでいくと、村上春樹の全作品で、それはあの国内で出版されたものから、えー、と海外で、えー、外国で出版されたものに至るまで、あの全部揃っています。で、えーと、大半は手に取って読むことができますね。それについてちょっとあの後ほど詳しくお話し,しますが。 それから、えっ、ー、と、執筆資料とかレコードっていうのも、あの建物の中に入ってるんですけど、えっ、ー、と、公開されてるのは本当にごく一部で、ほとんどは、あの、一般客が入れない、えっ、ー、と、上の階に収蔵されています。で、まず1階部分、入り口に入っていくと、最初に、あの、オーディオルームっていうところがあるんですね。で、そこは、あの、オーディオ設備があってあの、たくさん椅子があって、で、あの、 村上春樹の私物で、まあそこに寄贈されたレコード版があったりするんですけど、んと私が行った時は全然音楽かかってなかったんですよ。えー、時間によってはかかってるのかなまあでも、あの全然音楽かかってなくて、ちょっと村上春樹のレコード系、音楽系の本が置いてあるぐらいなものでしたね。なんか時々村上春樹があの本人が行ってイベント開いて、あのレコードをかけるイベントっていうのをやってるらしいんですけどね。 で、それから、えっ、ー、と、1階にはもう一つ展示スペースがあるんですよ。で、そこには、えっ、ー、と、村上春樹のその、全作品っていうのが、ダーッと、お本棚に並んでいて、まあ、一部手に取れないやつもあったりするんですけど、そこは入場者が、えっ、ー、と、手に取って、えっ、ー、と、椅子に座って、読むことができるんですね。で、それから、えっ、ー、と、階段を登って、2階部分に行くと、おセミナースペース、まあ、ちょっとした、 あの会議室というか教室みたいな部分がありそれからえとかなりいい設備が整っているオーディオルームがあるんですあれ何に使われてんだろうまだ多分使われてないんじゃないかなと思うんですけれどもねこれからどう使われるんだかでそれからえとギャラリースペースがあってでここは 定期的に展示内容を変えて、えー、使っていくようなんですが今はこの国際文学館の建物がこうどういう経緯で、えー、とどういうふうな進捗状況をたどりながら出来上がっていったのかっていうののを展示をしていますなので設計した時の,あの模型だとかそれから企画書みたいなものがあのたくさん展示されてるんですね、まあ、それはそれでまあまあ面白かったかなと思いますが建築にあんまり興味がない人は 割と退屈なんじゃないかなっていうようなあの内容でした。で、展示スペースもあのそんなに広くないというか、建物の敷地自体が決して広いところではないので、うん、ちょっと能力的に限界があるんじゃないかなっていう感じはありましたね。で、それから1階部分へ戻って、で、えー、と1階と地下1階へ繋がる場所っていうのが、建物の中央に配置されている階段なんですね。で、この階段っていうのが、その、 まあよくあのプレスリリースとかでも写真とか映像出てましたけれど、階段の両端にもうあの天井まで届いてる本棚があって、のその本棚にはいろんな本が並んでるんです。国内外の作家がえーと選んだ本っていうのが並んでたりしたのかな。あとは、選書家の人が選んだ本っていうのがこう並んでいるんですけれど、 まあそこに並んでる本っていうのはあ地下1階にあるカフェスペースで、えー、とそのカフェスペースを利用する人はあのその場で読むことができるんですねでこのカフェスペースっていうのもこのスタッフが学生であの学生がこうあの営業して調理をしてで出すっていうようなあカフェスペースになっていますそれから、えー、とこの地下1階、まあ、地下1階にも本棚があるんですけど ここにピアノが置いてあって、このピアノは村上春樹が若い頃に経営していたあのピーターキャットっていうジャズ喫茶で使われていたグランドピアノらしいんですけど、これは入場者が特に予約なしで自由に弾くことができて、今、何でしょうね、ショッピングモールとか、あとはあの駅で誰でも弾いていいですよっていうピアノが置いてあったりすることありますけど、 あれの大学版みたいな感じですねあの。よく楽器弾ける学生がやってきて、あのそこで演奏してたりします、まあ。この間はクリスマス系の音楽演奏してましたね。さあ、それで、結局、この建物、まあこの国際文学館あの、どんな感じだったのっていうところなんですけれど、えっ、ー、と、ズバリ言うと、一般客にとっては、ただの資料館です。えっ、ー、と、 確かに、村上春樹の全、うん、作品、全作品というか、全出版物、まあ、大半の出版物を手に取って読むことはできるんですけれどの、いつまでもいられるわけではないし、自由に出入りができる建物でもないので、まあ、あの完全に予約制ですからね。だからあの、ただのカタログにしかなってないっていうのが正直なところですよね。 えとカタログっていうのはつまり本が置いいてててあるるんだだけどただの紹介でで終わっっよねねうことです、ね、その階段の本棚に並んでいる本もそうだし地下1階の本棚もそうなんですけど、まあ、テーマごとに本が並んでいるのでそれを見ていくのもまあまあ面白いんですが館内でしか読むことはできないので結局それって本の紹介に終わっているただのカタログ化されているだけなんですね。 あのもちろん研究施設としては、えー、と今後ちゃんと使われることになるんだと思うんですが、えーとまあ、それはあの一般客が入れないスペースで行われることなのでうんと多分その一般客にとっては定期的に展示内容が変わっていくっていうぐらいでしか、えー、とその研究成果を見るっていうことはないんじゃないかなと思います。まああの これからいろんなイベントを、えー、とやっていくんでしょうけれども、まだほんの、あの、たまにイベントをやっている、まあ、あの、オープニングしてあの、オープンしてからすぐなので、オープニングイベントみたいなことをちょっとやってるだけのものですから、本当にただ箱ができたっていうだけのことなんですね。 で、えっ、ー、と、あ、そうだ、そういえば、あの、地下1階には村上春樹の自室を再現したスペースっていうのもあるんですけれど、まあ、そこには、あれかな、レコードとか、あの、オーディオ機材みたいな、あるいはあの本とかっていうのも、あの、次第に補充されていくようなんですけれども、今はもう本当に、あの、柄空きというか、特に何にも入っていないような、あの、状態になってます。で、えっ、ー、と、 決してこの国際文学館は今は一日中いられるわけでもないしあとはそのキャンパスピアノとか地下1階でのイベントっていうのはの1階から地下につながる階段部分が座席になるっていう風にあに触れ込みになってて、まあ、実際そうなんですけれどあの正直な話 階段を座席にするって、私、不潔すぎて、絶対座れないんですよね。なんであんな設計にしちゃったんだろうっていうのは、うーんと、よくわかんないというか、あの、斬新ではあるけど、いや、汚いですよね。あの、それから、それこそ今、コロナなので、えっ、ー、と、靴があの行き来した場所に自分の服触れさせたくないですよね。で、それから、あの、 多分この国際文学館はあの、コロナ明けでようやく本格稼働をするんだと思います。あのじゃないと本当に使い物にならないんですよね。その本に、えー、と触れられるとか、展示内容に触れられる人が本当に一日の中でごく限られるので、うん、ちゃんとしたこうイベントをやりますとかっていう風にやっても、 活気が出てくるのはコロナが収まった後だから何年後なのかよく分かんないんですよね、えー、ただ、えー、と褒めるところもちょっとだけありましてそれは椅子なんですよ館内にはいろんなところにいろんなタイプの椅子が設置されてますでそれはこう 体を包み込むような、あの、頭の上まで、えー、竹があって、あの、体を包み込むような椅子であるとか、あるいは、その、村上春樹がやってたピーターキャットっていう喫茶店で使われていたものすごい重い木の椅子であるとか、あ、っていうことなんですけど、あの、多分、同じ椅子は、えっ、ー、と、三台以上はないんじゃないかな。 3台ぐららいだったらあるのほん当にあのいろんな種類の椅子があるのであの村上春樹ライブラリー行った方は是非いろんな椅子に座ってみてくださいであの。こういう座り心地なのかっていうのを楽しむのが多分今のところの村上春樹ライブラリーの一番のこうなんだろう面白みのあるところというか面白がれるところですね。